どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の蘇りを私に期待しながら言葉に行きたいと思います。おはようございます。と脱音がひどいです ね。おはようございます。嬉しいことがいくつかあったんですね。先週ですね、今朝ですね、牧師に、福岡のコスタ牧師に、私が進学校でやってる授業のですね、私ができないとき代わりにしていただいてますので、試験をですね、電気の試験を作って、追試問題は、電気の試験は私が作らないけど、追試問題は、彼に頼もうと思ってですね、メールを送ってたら、返事が来まして、分かりましたってことだったんですけど、その下にですね、風の響きの第2週に、木原純子牧師が掲載されておめでとうございますって書いてあったんですね。で、もう決まったんだと思ってですね、知らなかったんですね。それでチェックしてみたら、東京アンティオ教会のまさに一番新しいニュースのところに出てまして、で、鹿児島のなんだっけ、瀬野口彩さんが5曲ぐらい選べてて、うち2つは支援だったんですけど、それが見つかってですね、妻のは見つからなかったんですね。であれでと思ってもう一遍丁寧に見たら1曲だけ入ってまして、歌がですね、今回入りまして、長崎教会からも1曲選ばれましたので、主に感謝をしたいというふうに思います。まあ77分の1なんですけども、0と1とは全く違うんですね。0は100をかけても0ですけど、1は77をかけたら77になってしまいますので、で、以前はもっとね、たくさん載ってたんですけど、ちょっと最近低迷したんですけど、なんか復活の兆しかなということを本当に思います。あと瀬野口彩さんも いつまで1曲か2曲だったのが、今回5曲詩編が2つと、ね、選ばれまして、で彼女は長崎で救われたんですね。シーボード大学の学生だったんですけど、カンボジアに支社に行って、カンボジアのプノンペン空港で山本牧師を通してイエス様を信じてね、で長崎教会で育まれて、で千葉に行って鹿児島に戻られたんですけど、それで5曲選ばれてよかったなというふうに思っております。でなんか神様が新しいことをしてくださったんだなと思って、すごく嬉しく思いました。それとですね、人吉に行った時ですね、人吉教会のダビデ村上牧師はですね、片枠大工の仕事をされてて、今熊本で、親方みたいなもんで自分が仕事をもらって、いろんな人を使いながらやってるんですけども、その中でなんか若い人がですね、まだ本当に若い人が仕事が終わる頃、なんかちょっとおかしかったんですって。で明らかに熱中症の症状が出てたんですって。でその時になんかすごい神様から後押しがあって、なんか思わずもその青年のところに行ってですね、大丈夫かって言ってですね、そして牧師だってことはもう知ってると思うんですけど、自分は牧師だから祈らせてほしいって言ったそうですね。そして相手の人が素直に、じゃあ祈ってくださいって言って手を置いて、片岡大工の仕事のまさに現場の真っ只中でね、手を置いて祈ったそうですね、真剣にね。で、祈って、その時は別に何もなくて終わったんですけど、ちゃんとお医者さんに行けよって言ったらですね、はいって言って、その人はお医者さんに行かなかったんですって。で、次の日、元気に出勤してきたんですって。で、当然そのお医者さんに行ってると思うから、昨日お医者さんに行ったのかって聞いたらですね、元気になったから、そしたら、いや、あの後なんかすっきりしたからもう医者に行きませんでしたって言って、で全くもう普通に戻って仕事したんですって。で彼は現場でもうね、何十年とやってますので、あの症状で次の日ね、元気に来たっていうのはね、まさに神様だと思って感動してました。ただね、本人はね、なんか祈ってもらったらすっきりして元気になって不思議ですねって言って、それでおしまいで、前の人たちはね、若いと回復が早いねって言ってそうですね。残念ですね、ちょっとね。ただ村上牧師ははっきり、もう現場が長いですからね、明らかにあれば今までそういう人何も見てきたので、神様だったって言って、なんかすごく喜んでました。で、仕事の現場ですよ。家宅大学ってのはビルを建てたりするんですけど、その現場で、そういうお祈りをした時に主が働かれたということで、なんかすごく喜んで証しをしておられました。で、皆さんもね、お仕事されてる方、いろんな現場があって、職場で祈ったりすることはめったにできないと思うんですけど、普通はね。しかし、そして、お祈りは人に強制できませんのでね、本人が、オッケーって言ったら祈れるわけですけども、ぜひ勇気を持ってね、祈っていいですかと聞いてみて、もしオッケーが出たら祈ってみてください。面白いのはですね、日本人って真面目だから、そういう時ね、もし祈って治らなかったらまずいんじゃないかと思うんですけど、祈るのは私の責任で、治すかどうかは主の責任なのです。そこに責任持つことない。私たちのすることは手を置いて本当に愛を持って祈ることで、その結果治るかどうかは主の側の責任です。わかりますかね。主の側の責任にあなたが責任を持つことはないので、ね、勇気を持って、ぜひ、祈って
登場ですね。今明らかにあちこちで技が起こってるんですよね。あの踏み出す人には北九州の岡田牧師はもともと海上自衛官でしたけども牧師になって今アルバイトで警備をしてますけどね、しょっちゅういろんな場所で祈ってて最近は向こうからきつくなったら岡田牧師のところに来て祈ってくださいという人が出てくるぐらい頻繁に祈るのでね、本当に技が起こってきているということを聞いており見ていますね。ぜひね機会あったら祈ってほしいと思います。でただね気をつけて押し付けて祈るとややこしいことになるのでいいですかって聞いていいですよって言ったら祈ってあげるっていうねことをねぜひしてほしいというふうに思います。それとねもう一つこれが今日の説教と関わるんですけどすごく嬉しいことがあったんですね。まあ名前を出してもいいということだったので下本姉妹がですね10月ぐらいにですね三重県に行かれることになります。引っ越してしまうんですね。なぜかというとですね息子さんがご長男がですね一緒に住もうと言ってですね言ってきまして今一緒に住める家を探しておられましてそして、まあ、そこに、行くことになりまして老後の人生の最後を息子さんとご長男と過ごせるようになったわけなんですね。で新しく来た方はふーんって思うでしょうけど実はこれは昔から知っている人にとっては感動的な証なんですね。そのこと自体がですねというのはですね下本姉妹はちょっと理由がありまして小学校男の子が小学校4年と年長の時2人男の子がいたんですけども、まあ、離婚することになりました。でその詳しい経緯は今日はお話ししません。で彼女は2人の子供を引き取って本当に自分が支えたかったんですけども、まあ、いろんな理由があって自分が身を引くことにして、まあ、その子を、まあ、夫の方に犯してきたんですね。で彼女はその時もう本当につらかったんですね。でもう本当に自殺したいと思うぐらいつらかったんですけども、まあ、死ぬわけにもいかないので、まあ調理師の免許を持っていましたので病院でお仕事をしてお仕事は真面目にきちんとしていました。でも、稼いだお金のほとんど全部を、お酒とカラオケに追い込んでですね、歌うのがもともと好きだったんで、もうお酒飲んで気持ちを晴らして思いっきり歌ってですね、それをほとんど給料全部そこに追い込んだんですね。で、その時にお医者さんがですね、まあ、言ってですね、そんなことをしていたらもうあなたは死んでしまうと言われたんですけど、彼女は早く死にたかったので、もう本当に子供が辛くて早く死にたかったので、まあ、これ幸いとますますお酒を飲んでカラオケで歌ったわけですね。そして、56歳の時もう体はボロボロでした。もうあちらこちら病気だらけでね病気の問屋さんと言われたんですけどその時にその職場に熊本にいたんですけど熊本の教会のある方がやはり同じ調理師として入ってきてその人を見てると何かわからないけどなんかこう惹かれるものを感じたのでその人に話してるうちにその人はクリスチャンだということが分かって、まあ、生まれて初めて教会に来たんですね。でそしてその時にその賛美してる時にですね今熊本教会は素晴らしい賛美ですけどその頃そんな賛美まあそれ以上言いませんけどね、そうと思ってたんですけどすごいですねいつもカラオケで歌ったって彼女がまあ教会入ってきてこう賛美を聞きながら全く前で初めて聞いた賛美だったんですけどなんかすごく心に触れたみたいですね。それでそこで本当に神様に出会ってそしてイエス様を信じるんですね。そしてそこから彼女の人生は全く変わるんですね。まあもともと歌うのが好きだったから教会に来てね、こうお尻を振りながらいつも歌っておりましたよ、こうやってね。それで、何かというとですね、体中病気だったんですけど、56歳で救われたんですね。そして、三越新聞ね、あ、言うのは三越新聞。今日、私、論説が私出てるので、ぜひ読んでください。長崎教会キャンプのこと書いてますので、でこの三越新聞のこの一番後ろの面にね、今回、体の響きのことを書いてありますけど、ここに、まあ、当時、宣教師のことを写真でと文章で紹介したんですけど、カンボジアのうつまえださんが2歳のパネットと2ヶ月のビスナを抱っこしている写真を載せたんです。でその時の前田さんがね本当にいい顔してるんですよ。これはもう客観的になんていうかな綺麗とかいいんじゃなくてなんか輝いてる本当に見たらなんかこっち思わずなんかこう心がこう明るくなるように輝いて本当に輝いたんですね、まあ、カンボジア行って男の子たちが来てでその写真を見てその、島本さんはですねすごい感動してね自分は子供を育てれなかったってねああこの子たちを抱きしめてあげたいこの子たちのところに行ってこの子たちを抱きしめてあげたいって猛烈な思いが来たでその思いがなんかそういう神様から来たような感じがしたまだクリスチャンって間もなかったけどそしてこの子たちを自分の子供を育てられなかったように育ててあげたいそのための手助けをしたいってすごい思ったわけですね。でちょうど1週間ぐらい経った時私がその熊本行って、まあ、奉仕があったで私の時って言ったわけですよ ね。でところがねそう思ったんだけど1週間経ったうちに彼女の思いの中でね自分は年を取っていると、まあ、56歳って若いと思うんですね今私55歳だから、ね、でも、まあ、当時は年を取っているともう一つは体中病気だと
若い人が行ってもカンボジアに行くと必ず1回病気になるんですね。デング熱になったりとかマラリアになったりとか。だから今はねカンボジアずいぶん良くなりましたけど、当時非常に衛生上悪かったですから、まあそれでそう思ってね、無理だなと思ったんですよね。まあ、ある意味で普通だと思いますね。で無理だなと思って、せっかくそうやって喜んでたけど、なんか1週間も経って落ち込んでる時にちょうど来たから、いや実は私はそう思ったんですけど、もう56歳ですし、もう体もボロボロだから無理ですよねって。なんでみんな日本人は言うんでしょうね、無理ですよねってよく言うんですよねできますよねって聞いてくる人めったにいないですよね。大抵最初無理ですよねって聞く人多いんですよね。で島本さんは無理ですよねって言ってきたからですね、いや神様から本当に来てる幻だったら無理じゃないと思いました。でお話を聞いてると、神様からの幻の可能性が強いから、ね、本当にしっかり信じて祈っていきましょうってことを言ったんですね。で彼女はそれからずっと教会来始めたんですね。どうなったかというとね、体が元気になったんです。本当に元気になってきて、で58歳の時に長崎に引っ越してきて、そして一緒にまず1週間行ってカンボジアに、その次1ヶ月、私は1週間で帰ってきました。彼女は1ヶ月行って、3ヶ月か2ヶ月行って、でその後1年数ヶ月60歳になった時に行かれたんですね。で彼女は英語は喋れません。標準語も喋れません。関西弁も話せないんですね。話せるのは八代なまりの熊本弁だけです、ね、ところがそれで行ってですね、今まで行った人たちの中で前田さん別として誰よりもたくさんクメル語を覚えて帰ってきました。本当に今でもね、会はね、翔子って言うんですけど、島さんね、翔子翔子って慕ってるんですよね。本当に祝福されて元気になって帰ってきたんです。で帰ってきた後ですね、三重と名古屋に、まあ、私はその頃あっちこっち行って広辞苑の話をしたんですね。でそれでその講演会の時に、まあ、ついてきてもらって、ちょうど2月が誕生日だったんで、当時は誕生日だと飛行機安かったから、誕生日の月はね、今はあんまないですけど、でそれで行って、で三重と名古屋で講演会したんです。だからその子供、小学校4年と年長で離れてしまった子供がですね、年長の方の子供が、名古屋の講演会に来ました。でお母さんの話を聞きながらボロボロ泣きましてですね、で、まあ、今でも名古屋空港でですね、私はまあその後ね、もうこのまま長崎に戻ってこなくていいからゆっくりしておいてって言ったんですけど、まあ、名古屋空港に行って食事をしてたらですね、私が空港のカウンターに行ったらすぐ来たんですね、息子さんと一緒にね。息子さんと息子さんのお嫁さんと、それから、まあ、島本さんが来られまして、で今でも覚えてますけど、いつも母がお世話になってますって言われたんですけど、お世話になってないんですね、私がお世話になってるんですよね。カンボジアの個人にも行かれたんですけど、カンボジアの個人よりハードなところは木原個人って言ってですねうちの子供たちがいつもお世話になってたんで、ね、こっちの方がお世話になってるので、こう真面目な話ね、いやとんでもないこっちがお世話になってるんですよって言ったらですね、今でも言ってますけど、その年長だった子供さんもね、当時30代あれ40代かなというのもなってましたけど、私に対してですよね、再敬礼されたんです。今でも覚えてます。母はよろしくお願いいたしますって言って、本当に再敬礼されたんですよね。で私感動してね、涙が出そうになったんだけどね、分かりましたって言って、そしてまあ離れて分かったんですね。でご長男は三重に住んでたんだけど、ご長男はちょっとお母さんと会いたくないってことで、まあ、奥さんとお会いしたんですね。ホテルまで来て奥さんと島本さんは会ったんですね。でもご長男と会えなかったんです。ところがですね、不思議なことが起こったんですよ。ここ数年島本さんはもう70を過ぎて体が弱くなりました。そして本当にもう教会のそばに住んでるのに教会まで来るのもきついと、自分は何の役にも立ってないと、ね、なんかもうみんなに迷惑かけるだけで何の役にも立ってないと。で前先週も言いましたけど、人は自分が必要とされている、まあ、愛されている、関心を持たれていると思うと嬉しいし生きていく力があって、もっと言うのは自分が必要とされている、役に立っていると思うと生きがいというか生きる力が湧くんですよね。特に男性は強いと思いますけど、島本さんもなんか遊んで、それでもうなんか本当になんかもう自分は生きていても何の役に立たないと思って落ち込んでた。でこの数年間そういうところを通ったんですね。そしたら面白いことが起こって、いきなり三重のご長男から電話がかかってきたんです。でお母さんってね、30年ぶりですよ、30年ぶり。さっき聞いたら、お母さん、ね、お母さんって言ったそうですね、お母さん、うちに1週間遊びに来ないかって言ったんですね。びっくりしてね、すぐ私ともだけましょう、ぜひ行ってきなさいって言ってね、まあ、2週間ぐらいかな、行ってきたんですよね。それでご長男と一緒に、まあ、もちろん奥さんがいてね、過ごして、で、まあ、子供さんもいるんですけど、もう大きくなってるそうですけども、それで戻ってきた。
そしたら、ね、つい最近また電話があった。これが夏の話、ね、今年の夏、白馬のあたりかな、その後の話で、その最近電話があってですね、そのご長男から、お母さんってね、あの 嫁も奥さんもね、あのいいって言うから、ね、奥さんができて言ってくれるから、一緒に住もうと、この後もう一人なんだろうって一緒に住もうと、ね、あのお母さんも住める家をこれから探して見つけて、いやそこに引っ越すから来てくれて一緒に住もうって言われたんですって。でそれを私は報告を受けてね、一緒にね、あのフェスって言ったんです。やっぱ感動しますよね。あのでご長男の方から言ってくれたんですよね。それであの今度しそれで次男のことも気になったからね、次男が何て言ってるって言ったら、次男に連絡を取ったら次男もすごく喜んでくれたということで、それであの行くことになったんですね。で今お家を探し出してるので、家が見つかったらきっと一緒に住まれるために行かれます。送別会ではないでね、あの送別会ではなくて、ね、感謝会にしようと思ってね、お世話になりましたっていう感謝会私はですね、でやろうと思ってるんですね。であのすごくあの良かったなと思いますね。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、中にはね、こう病気になってしまって、まあ離婚せざるを得なかった人とか、あるいはちょっといろんなことがあって本当に離れ離れになってしまった親子とか、いろんな、ね、友人とかいるかもしれませんけど、人には回復できなくても神に回復できないことは何一つないんです。十字架によって回復できないことはこの地上には何一つありません。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。でそれでね、うちの奥さんがですね、そのことにかん、あのジョイフルに、ジョイフルさんにすぐね、急に急な話になりますけど、すぐそこのジョイフルさんに買い物行ったわけですね。ね夕飯かなんか買うために。そしてその、あの島本さんのことを思ってるとね、買い物できなくなって涙が溢れてきて、ね、今まであのすごく世話になったのに、まあ、恥ずかしい話ですけど何にも助けてあげれなかったわけですよね。うちは助けてもらっただけ でそれを思いながらうちの奥さんはですね、何にもしてあげられなかったけど神様は真実だったって、本当に神様は一番この島本さんが願っていたことを、一番願っていたことを神様は最後にしてくれて本当に良かったと思って、なんか涙が出てきて買い物できなくなってですね、で買い物やめてね、島本さんに行って感謝の祈りしようと思ったんですって。で島本さんの家に行ってね、感謝の祈り行ったん。そしたら例によってイダヤ君がいたわけですね。あのイダヤ君にとってはですね、うちの家はよりもですね、島本さんの家の方がふるさとなんですね。それでまあ、 あの感謝の祈りをして、これで本当に神様に感謝して、もう感激の涙を流しながら感謝を祈りして帰ってきているときに、まあ、あのこちらはまだ許可をもらってないから名前出しませんが、あのイタリア料理のシェフがいるわけですね、プロのシェフのね。その方のお家の前をちょうど通ってたんですって、こう携帯を持って、ね、マナーモードにして。そしたらちょうどそのイタリアシェフのプロの方から電話がかかったんです。でうちの妻はですね、携帯電話にね、出ることはね、100回に1回。もしかしたら1000回に1回かもしれないって言われ出ないのです心当たりのある方いるでしょで出ない人なんです。ところがちょうどその時手に持っていて、あのパッてこうやった時にこっちで触れてハッて見たらですね、そのイタリアシェフのイタリア料理のシェフの方の名前が出てきた。その人の家の前にいる時に、その家の前を通過するのはほんの数秒の間にちょうどそこでびっくりして出たんですって。たらですね、あのタイのお魚、あお魚いりませんかってことだったんで、お刺身いりませんかってことだったんですね。欲しい欲しいとでね、で言った、今家の前にいますよって言ったんですね。でびっくりして向こうはえっと言ってですね、お互い携帯を持ったままドアを開けて携帯で家の前で話しちゃってですね、で実はそれはあのタイのお魚で、でさばけますかって言われたから、さばけませんって、ね、うちの奥さんはそういうことは得意じゃないんですね。カウンセリングとかね、人の心の相談とかね、助けは、まあ、プロフェッショナルですけども、お魚さばくのは全くできないんですねでそれで言って、できませんって言ったら、その人はプロですから、わかりましたってさばいてくださって、盛り付けもやっぱりプロの人ってうまいじゃないですか。ものすごい美味しそうに、まあ、美味しいんですけど、盛り付けもすごく上手に盛り付けてくださってくださったんで、さばきながら言ったそうですね。昨日もらったと、神様にお祈りしたって、教官の人だからね、どなたにあげましょうかって、で祈ってると、あそうだ、いつもお世話になってるから教官の人にあげようと思ったんですね。まあその人がそう言ってくださったんですね。そしてちょうどその時間に電話をした。でもね、あとほんの 2,3 秒前でも後でも違った。まさにその時に電話してきたんですね。でそして100回に1回しか出ない妻が出た。これはすごいですよね。
で、妻はすぐ分かったんですって、あ、これは島本さんへの神様からのお祝いだって、あ、めでたいめでたいって、急に日本人になりますけどで、それで持って行ったんですって。それでそこで一緒にお刺身を食べて、まあ、でもいっぱいだったから、ね、あの食べきれないので持って帰ってきて、家族も、まあ、その島本さんの祝福にうちの家族も預かって、まあ、ずっとそうやって生きてきましたけど、そのね、みんなで鯛を食べたわけですね、まあ、私はいなかったんですけど、ね、で、あ、その話を聞きながらですね、今日の説教は絡むんですね、絡むというか今日の説教ぴったりなんですけど、あの本当に神様は真実だなと思うんですよね。で、本当に祝福してくださったなと思うんですね。で、面白いのは、あのカンボジアに行ってね、子供たちを世話して帰ってきたら、まず次男坊と和解できて、で、長男はダメだったけど、ここに来て長男坊と、もう彼女が本当に何もできなくて弱くなった時に神は復活させてくださったんですよね。で、長男のところに行って、これから、まあ、住もうとしてるわけですね。なんかすごいなというふうに思いますよね。で、私はね、期待してるんです。ジョイ牧師がご両親を見ると言った時、ものすごい感動が来たんですね。同じ感動を覚えてるんですね。で、きっとね、あの家族救われてきてね、すごい神様のドラマがこっから始まると思います。で、オンラインをされるということだったので、オンラインをしながらですね、たくさんの証が入ってくるだろうなと思って楽しみにしておりますので、ね、皆さん覚えてください。で、先に今日話しましたけど、そのことを覚えつつね、聖書の方に戻っていきたいというふうに思います。まず最初にピリピの2章、さっき開いたところを見ますね。その後ちょっといくつか今日は聖書を見たいんで、6節7節、キリストは、イエスキリストですね、イエスキリストは神の見姿であられる方なのに、何か言ったら神様なのに、神の見姿って言うと、まあ、形、神の形ってどんなのか分かりませんが、まあ、神だったのに、神様は、聖書の神様は時間を作った方、全宇宙ですよ、全宇宙、そこから見れば地球は塵みたいなもんですけど、全宇宙を創造された方だから、時間にも空間にも束縛されない方、その神であられた方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、神様なのに、その自分の在り方、自分の、まあ、なんていうかな、形、姿、その本来の姿を捨てることができないとは考えない、つまり捨てて、それにこだわらないで、他の役では、特権を主張しないで、自分の特権を主張しないでって書いてある、その方が分かりやすいかな。その自分の特権とかを主張しないで、ご自分を無にして、この無にしての特権を主張しないで、もうご自分をナッシング、もう何もないものにして、自分の特権とか自分の形とかを一切もう、捨てて、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのですって書いてあるんですね。で、キリストは神であられましたけど、全く私たちと同じようになられました。で、だから私たちを救うことができます。私を助けることができます。私の人生に起こった全てのマイナスをプラスに逆転することができます。で、これはすごく大事なことなんですね。あの、人間はほとんどの場合、自分の特権を主張する、自分の義を主張する、自分のやり方を主張する、自分の感覚を重視する、自分の考えを押し付けるっていう曲があるんですね。ダガリアとエサベスのところで話したでしょ。あの、ダガリアが口が聞けなくなって続きとおかないだね、不便だったと思うけど一つだけいいことがあったってね。あの、このダガリアとエサベスはその口が聞けなくなった間、ダガリアが、ご主人が夫婦喧嘩はしなかったって覚えてますかね。ね、どっちかが黙れば夫婦喧嘩は起こらない、親子喧嘩も仲間の争いも片っぽが黙れば起こらないんです。お互いが相手の話を聞かずに喋るから、ますます喧嘩はひどくなるわけですね。で、イエス・キリストは 100% 正しくて完全な方だったんです。でも彼は自分が神だって言って上から私に喋ったんじゃなくて、私たちのところまで来た、もっと言えば私のところに来るだけじゃなくて、私たちのもっと低いところまで、最も弱いところまで下られた。そして私たちをそこから助け出してくださったんですね。それがキリストなんですね。それをね、見ていきたいんで、今日はキリストのまず誕生から30歳交渉会のところ見たいんですが、ちょっと今日は聖書を見ますよ。ルカの福音書のまず2章1節から、ね、開けるのは大変な方はこっち見てください、開けますので、ルカの福音書の2章の1節から7節までを見ますね。これはキリストが誕生したところですね。ちょっと聖書を読みしますね。1節から、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。ローマ皇帝アウグストが、まあ、今の国勢調査みたいなもんだと思ってください。住民登録をせよと言ったんで、これは初めてだったんですね。これはクレニオがシリアの総督だった時の最初の住民登録と、ね、住民登録をしたわけですね。で、住民登録は、まあ、日本的な言い方としては本籍地というんでしょうかね。そこに行ってしなきゃいけなかった。それで3節、それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行ったと。自分の、まあ、生まれ故郷というか本来の町ですね。で、ヨセフは、イエス様の母の父のヨセフは、
ガリラヤの町ナダレに住んでいたんだけど、その、ガリラの町のナダレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと。彼はダビデの家系であり父でもあったので、これは啓示の時に言いましたよね。すごく大事なことなんです。ユダヤ人にとってはイエス・キリストはもう間違いなくユダヤ人のダビデの系図最も重要な血筋だってことなんですね。でマリアもそうだったんですね。でだからそこに登っていって、ダビデの町の登っていって、そのベツレヘムで登録したわけですね。で身重になっているイーナン好きの妻マリアも一緒に登録したんだったと。ところがここからですね、ところが彼らがそこにいる間、ベツレヘムにいる間にマリアは月が満ちて、つまり、まあ、臨月が来て陣痛が始まったわけです。男子の初子を産んだと。これがキリストですね。前も言ったように、これは聖霊によって身ごもったんですね。男女のためではなくて、聖霊によって身ごもったキリストが生まれたわけです。それで、布にくるんで会話を受け入れした。宿屋には彼らの居場所がなかったからである。さあ、7節を見てほしいんですね。イエス・キリストが誕生したとき、ここに書いてあるように、宿屋には彼らの居場所がなかった。住民登録せよということで、みんな帰ったので、もうホテルが満杯だったんです。今年、ガンバランマ国体があるんですね。皆さんご存知でしょうか。ね、短期バイトがあるので助かりますけれども、ね、でこうあるわけですね。で、そういう時、ね、あるいはオリンピックがあったりするとですね、ホテルがいっぱいになる、まあ、ワールドカップが最近ありましたけどね。で、この時も住民登録でみんな来たので、ホテルがもう満杯だった、宿屋が満杯だった。5つ星ホテルも4つ星ホテルも3つ星ホテルも、それこそキチン宿も満杯だったんでしょう。その結果、S様が生まれる時に、宿屋で誕生させてなくて、会話受けっていうのは、馬小屋です。まあ、家畜小屋です、分かりやすく。家畜小屋の会話受けってね、私、イスラエルのメギドに行った時ね、メギドに行った時見ましたけど、石のね、こんなやつなんですね。まあ、こんなやつ。ちょうど赤ちゃんがプスポッと入る形なんですけど、まあ、分かりやすく言えば、馬の餌を置いて、馬がそこで餌を食べるやつですよね。そこに寝かせたんですね。で、皆さんね、イエス・キリストは神であられた方なんですよ。その方が私を救っても人となってくださって、本当に、まあ、はっきり言えば地上で、まあ、この人の誕生ほど最高のものはない。例えば、天皇家で子供ができるとなると、雅子様だっけ、今、皇太子夫人は、ね、どうなるかといったら、もう、そのチームが作られて、ほいでもう、もう本当に丁重に扱われて、子供でも生まれたら、もう、すごいところに寝かせてもらえると思うんですよね。それはまあそうでしょう、当然だと思うでしょう。でキリストが人となってくださったときに、本来どこに行くべきかって、最高の場所でこう寝かせるべきだと思いませんか、普通なら。でもこれ、宿屋がなくて、会話桶なんですよ。キチン宿でも失礼だと思うけど、会話桶って家畜小屋です。家畜小屋の餌の置き場に置かれたんですね。それを良しとされた。なぜか分かりますか。実はイエス様は最後に十字架にかかりますよね。十字架にかかると彼は罪がないのに罪そのものになって、罰や裁きや呪いを全部引き受けて、誰よりも醜く誰よりも惨めになって死んでくださった。私を救うために。でも実はね、死んだ時だけじゃないんです。彼は生まれた時から十字架の人生を歩んでたんです。つまり何か言ったら、最も良いものを受けていいはずの方が会話を受けて、本当にある意味で醜いというか情けないというか、そういうところに来られた。なぜそうされたかというと、私たちは人生の中でうまくいく時があります、ね、すごく華やかな時があります。幸せに思える時があります。でも人生にはそういう時ばかりじゃなくて、本当に辛い時、惨めな時、あるいはなんかこう情けない時もあるわけですね。で残念ながらそういう時っていうのは、多くの場合人々は去っていくわけです。でそういう時もそばにいてくれる人は本物の友達、本当の愛を持っている人ですね。でキリストは私たちの人生の最も惨めな、最も情けない失敗をした時、自分の失敗の結果、自分の罪の結果失敗してしまった時に、そこにいてくださる方なんです。その時に決して私たちを見捨てずに、そのもっと下に手を置いて、大丈夫だよって言って私たちを助けてくださる方なんですよ。それを口先だけじゃなくて、彼は生まれた時から全生涯にわたってそういう生き方をしたんです。なぜかって、私たちを助け出すためです。どんなところに置かれても、どんな状況に置かれても、そこにキリストが大丈夫だよって本当に言っていただくために、彼は生まれた時から会話を受けて寝かされたんですね。これね、十字架にかかる時だけ十字架にかかったんじゃないですよ。キリストは神、王の王、主の主なんですよ。本来栄光に満ちている方です。その方が最も惨めで情けないところにあえて置かれた。それは私たちがどんな状況になっても救い出すため。だからね、皆さんね、
幸せな時は主に感謝しましょう。うまくいっている時はハレルヤって言いましょう、ね。でも人生にはそういう時ばかりじゃない。そうでない時に落ち込んだり楽観しないように大丈夫です。神がそこに共にいてくださる。いるだけじゃない。そこから助け出してくださる。必ず祝福してくださるんですね。それをね、しててほしいんですね。それが一つね。そして、次に30歳までの人生はね、面白い。聖書にほとんど書いてないんです。12歳の時に、イエス様が宮に登った時に、ね、立法学者たちに教えたってことだけあるけど、ほとんどないんですね、30歳まで。30歳までどうしたかというと、イエス様は、まあ、ユダヤ人は12歳でもう、ね、まあ、大人の仲間に入りますから、大工さんだったわけですね。大工さんというのは日本で考えると、木をね、木で作ってたから昔大工さんって考えますけど、向こうは石なんです。石の文化で。家も何もかも石で作るから、石工さんだったわけですね。で、キリストのイメージが日本の場合は大体ね、白い服を着て弱々しくなんかこう、ひらひらっとしてね、いつも言うけど、右の方をパチンと叩かれたらね、パンと倒れてですね、ね、な、こうね、ぶつ、な、こう、なめなめと立って、左もぶってっていう、そういうイメージの人が多い。100% 間違いです。キリストはそんな弱々しい方ではありません。イエス・キリストは石工だったので、おそらく石をこうね、石をこう砕きながらったので、もっと力強い、男性的な筋骨隆々の方だったとおそらく思います。これは間違いないでください。でね、でそのキリストが石工として30年間、30歳まで、両親と人々に仕えたんです。で、先週話しましたけど、マリアとヨセフは、本当に神様のキリストとなった、人となった、キリストとなった両親のヤバいとに、素晴らしい人でしたけど、本当に素晴らしい人だったけど、罪人です。罪人ですね。先日、うちの息子が言いましたよね、ユダヤ牧師は皆さんにとっても牧師でも、うちにとっては、まあ、僕にとっては親なので、ね、なんかこうちょっとね、なんかちょっとやりにくいとかね、まあ、家の姿を見てるからでしょうね。ね、家って感じですよね。で、何かというと、家族っていうのは、いい面もいっぱい知ってるけど、弱い面とか、まあ、あんまり人には見せたくない面も知ってるわけですよね。で、マリアとヨセフというのは本当に素晴らしい信仰者だったけれども、やっぱり罪人だから、いろんな面があったと思う。で、キリストは神なのです、本来。でも全く人となって、その両親に子供として仕え、人々にね、で、石工やってるからいろんな人のためにこう、ね、まあ、家を作ったり、ね、修理したりしたと思う。で、いい人もいっぱいいたと思うけど、まあ、悪いって語弊があるけど、カチンとくる人はね、なんかこう、ね、まあ、今でも営業やってる人は分かると思うんですけど、こう、ね、もう家族のため、お金のため、ぐっと抑えて我慢する人っていくらでもいると思うんですね。ね、面白いけど、クリスチャンになるとね、あれが多いんですよね、クレーム係になるのが。南君もね、クレームになったらすぐ南君って、聞いたらなんか、ね、職場で何かあったらシーバー僕、問題があったらシーバー君言ってくれって言われそうですね。クリスチャンはそうなるんで、何かあったら感謝を知ってるから、何があったって感謝したら神様が全部平気にしてくださることを知ってるから、面白いけど、本当にね、現場でみんな、ね、クレーム係になっちゃってますよね。で、何かというと話を元に申しますけれども、人だからいろいろ問題があったはずなんですよ。いい人ばっかじゃない。で、いい人だってやっぱりいろいろぶつかる。でも、イエス様は30年間、両親と人々に仕えたんです。聖書にほとんど書いてないんです。でも、この30年間ですごく大事なんです。モーセは40歳で、エジプトの王様から荒野に逃げて、80歳まで荒野でね、羊飼いをする。聖書にほとんど書いてないんです。でも、80歳でモーセモーセって呼び出されて、神の使命に立つまでの40年間、ほとんど書いてないけど、実はこの40年が彼にとって、ものすごい重要な時期なんです。で、皆さんね、実は私たちも人生でこういう時通る。キリストは30年間神だったのに、神としての、ね、本来のところに行く前に、本当に人として両親に仕え、人々に仕えたんです。その間ね、思わずも言いたくなることもあったでしょうし、思わずもいろいろあったと思うけど、30年間使い切ったんですね。で、私たちもそういうところを通されることがある。でもそこを通り切った後に、神の働きが始まるんですよね。で、ある方は今ね、まさにその30年の28年目か29年目、モーセで言えば40歳から80歳のところを通過してるんですよね。どうも時が来たら神の働きが本格的に始まります。それをね、ぜひ知っててほしいと思うんですね。で、三つ目ね、そしていよいよ交渉外にイエス様が入るんですね。マタイの福音書の、3章を見てください。
マタイの福音書の3章はバブテスマのヨハネが洗礼を授けるところなんですけど、その後半です。今日は13節。バブテスマのヨハネっていうのは2週間前やりましたけども、洗礼を授けていた人なんですけど、この人が洗礼を授けるときですね、悔い改めのバブテスマを授けてました。で、バブテスマっていうのはイエス・キリストを信じた人は受けるんですけども、バブテスマのヨハネが授けたバブテスマは悔い改めのバブテスマなんですね。罪を悔い改めた人として授けたバブテスマで、イエス・キリストは罪がないんです。何一つ罪がなかったから洗礼なんて受けなくていいんです。そうですよね。ところがイエス様はこのバブテスマのところに洗礼を受けるんですね。ちょっと見てみますよ、13節から。さてイエスはガリラ、ヨハネからバブテスマを受けるために、ね、バブテスマのヨハネ、これは弟子やフで、バブテスマのヨハネから洗礼、バブテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来れと、ヨハネはヨルダン川でバブテスマを受けてるから。14節、しかしヨハネはイエスに言った、私こそあなたからバブテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかと。でヨハネのところは正しいんです。バブテスマのヨハネこそイエス・キリストから洗礼をいただいて、聖霊のバブテスマを受けて、行かないといけない人は本来。言ったら正しいんです。ところがイエス・キリストは何て言ったかというと、15節で、ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいと言ったと。そこでヨハネは生じたと。つまり、イエス様はバブテスマを受けることは正しいことだと言ったんですね。で、繰り返します。キリストはバブテスマを受ける必要はなかったんです。 100% 罪がない方、全く罪と関係なかった方なんです。罪を犯さなかっただけじゃなくて、罪そのものがなかった、罪の種もなかった、罪と全く無関係の人なんです。イエス様は十字架にかかるときに、罪の罰と呪いと裁きと罪がもたらす全ての災いを引き受けただけで、彼は罪とは本来何の関係もない。だからバブテスマなんて受けなくていいわけですよ、洗礼なんてね。だけどイエス様は正しいことって言ったらどういうことがあるでしょうか。彼は全く人となられたんです。で、本当に人は洗礼を受けるっていうのは、これはキリストを信じた人にとっては当然の道なんですね。で、時々ね、イエス様を信じても洗礼を受けない人はいるんですけど、どうぞ洗礼を受けてほしいと思います。イエス様を信じないといけなくていいですよ。信じないといけたって意味がありませんからね。でも本当にキリストを信じたら洗礼を受けるのが当然の道なんです。なぜかって言ったら、イエス様は受けなくていいのにわざわざ洗礼を受けられた。それから交渉会が始まった。つまり洗礼を受けた後に神が用意した本来の使命の道が始まるわけですよね。で、彼はそんなのを受けなくてよかったのにそこを通られたんです。で、面白いことはこれはね、罪人の一人になったんです。洗礼を受けるということは罪人を受ける洗礼ですよ。罪がなかったけど罪人の一人に数えられたと聖書に書いてあるけど、全く私たちと同じ罪人のところに立たれたんですね。で、今はね、これがキリストなんですよね。で、私はイエス様を信じたとき、その結果本当に許されて祝福を受けるんです。で、本当に祝福を受けて嬉しいんです。でも、さて、ここからですよね。祝福を受けますよね。で、嬉しいわけですよね。でも、イエス様について従っていくと始まるんですね。私と一緒に十字架を追ってくれませんかと言われることがあるんですね。で、それを引き受ける人と引き受けない人がいるわけですね。引き受けないからといって裁かれたりはしません。でも引き受けるとね、十字架が始まるんですね。つまり自分の意見を主張できない、自分がことを置いて本当に相手に愛していったりする。で、そうすると自分を失って損をするように思える。そうじゃないんです。その時に実は神が働くんですよね。これが逆だな。一番最初に下本さんの話をしましたが、もう今日は時間が長くなるといけないので終わりますけども、下本さんは面白いんですよね。本当に個人に行って子供たちに仕えて、なんか本当に生き生きしたと。そして戻ってきて次男坊とは関係が回復したと。長男と会えなかったと。で、長男と会いたいなと思いながら一生懸命、時々カンボジアに行きながら長崎で仕えてくださって、で、もう仕えることもできないぐらい弱くされて、本当に弱くなったんですね。で、死を通るわけですよね。でもその時に神様言ってきたんですよね。その時直接働いておられたんですね。で、私たちが自分の今置かれている場所で本当に神様の前にそれを喜んで引き受けると、死を通りますが、死を通った人は神様を体験するんです。よくね、クリスチャンの奥さんがですね、ご主人のために祈るんです。一生懸命、ね、夫を救ってくださいって一生懸命でいろいろ考える。夫にはこの本がいいかしら、夫にはこのね、今度この人が来るからぜひ聞いてほしいわ、もう夫のために、この話は夫のためにぴったりだわとかと思って一生懸命やる。するとね、夫はね、おっとというわけですね、嫌だとかね、いいとかね。なぜか分かりますか。それは嫌ですよ。
夫じゃなくて親子でも一緒です。でも奥さんでも親でも子供でもね、自分のやり方を全部捨てて死んだ人はね、自分のやり方に相手のところに立った人はね、ひっくり返るんです。これはね、牧師を27年間やってきてね、確信があります。自分のやり方を持っている人はそれでも神は祝福してくださいます。憐れみ深いから。でも本来神が用意しているもっと大きな祝福があるんですけど、多くの人はそれを見てない理由があるんです。なぜかって、自分のやり方を捨てないんです。自分の義を捨てないんです。自分のステージから降りないんです。相手の場所に行かないんです。神であられたキリストが神を捨てて私のところに来て、最も弱い惨めなところまで降りてくださったのに、そうやって救われた私たちがその恵みをたくさん受けた後、神様からちょっと降りてくれないかって言われたら嫌です。なぜ私が降りる必要がありますか。向こうがおかしいんです。向こうが変わるべきです。あの人が変わらずに誰が変わればいいんでしょう。あの人が悔い改めなくて誰が悔い改めるんでしょう。神はあなたをご存知ですって言うんですね。何も変わりません。本当にそこから降りていくときね、自分の感覚、自分の感情、自分のやり方、自分の義、自分の正しさ、それを主張している限り、まさに神だと思うような奇跡ってのは起こってこないんです。でもね、クリスチャン祝福されるんですよ。でもこんなもんじゃないですね。神が本来用意している証っていうか奇跡ってのは、もっとレベルの違う、まさに神様だって、神を知らない人もそりゃ神様だねって言わざるを得ないような証がもっと起こらず、で結構その時間はあちこちである。でこんなもんじゃない、もっと起こると思う。なそれは鍵はね、ここなんですよ。喜んでその自分のステージから降りて、神がおっしゃるステージに、あるいは相手のステージに立つときにね、失うんですけどね、失わないんです。実は失ったときに神様の力が解き放たれるんですね。これで逆転が起こるわけですよね。でぜひね、それを知ってほしいんで、キリストはそこに生きられた。でまずその恵みをしっかり受けて、まずその身をしっかり受けて、そしてその愛の中で今度は主からチャレンジされたときに、祈りながら、主の助けを受けながら、その自分のやり方ではなくて主がおっしゃるところに、ね、降りていくんですね。それはある意味で屈辱かもしれないし、死なんですよ。でもその死を通ったらね、その後に用意されている神のすごい祝福があるんですね。それをね、共にね、見ていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はキリストの交渉外に入るまでのところをお話しましたけれども、あなたはこの人となってくださって、神であったのを人となってくださって、しかも誕生した時に、家畜小屋のその貝場桶に寝かせられて、30年間両親と人々に仕え、そして交渉外に入る前に罪の全くなかった、罪と関係なかったあなたがバプテスマを受け、罪人の人々となってくださって、全く私たちと同じところに立ってきてくださいました。本当にありがとうございます。私はその愛によって本当に救われ、罪許され、義とされ、祝福を受けております。イエス様、もっと豊かな祝福と奇跡を見ていくために、私たちも喜んで、あなたがおっしゃるときにはその自分の形を捨ててあなたについていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを神様に素直に大胆におっしゃってください。健康の問題、心の病の問題、また霊的な問題、経済の問題、お仕事、人間関係、家族のこと、どんなことでもいいですか。不業のこと、神様、あなたのその心の叫びと願いに応えてくださいます。今主に向かって心から祈りましょう。天のお父様、イエス・キリストの御名によって地なる神の恵みの手に出てまいりました。お一人お一人に触れてあなたが働いてくださり、お一人お一人にあなたの御業を表してください。主イエス・キリストの御名によって、心と体よ、癒されよ。肩がちょっとおかしい方、イエス様ってその肩に触れてください。癒されよ。背中に痛みを感じている方、イエス様って背中よ、癒されよ。股関節の調子が良くない方、また足がなんか最近、こうちょっと歩くと痛む方、足に触れてください。股関節に触れ、足に触れてください。足を
よっさりよ。家族や友人で、癌の方がいる方、あなたのその手を置いて勇気を持って祈りなさい。私はあなたを手を通して癒そう。癌よ、主よ、よイエス・キリストによってめて、その人の体の力消えてなくなる。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、あなたは触れて完全に癒してください。完全に癒してください。全く愛は恐れを締め出します。主の愛を注ぎます。その人の力を恐れを取り除いてください。恐れをその人の力さ。ありがとうございます。一人一人のうちに触れて、あなたの御業を表し、あなたの御手を伸ばしてください。アラブラサンダレスポルブラサンダレスポルブラブラアブラブラブラサンダレスポルブラ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。どうぞお仕事を祝福し、家業を祝福してください。神を第一にしなさい。その時に全てのことは回り始めます。ある方は追い詰められて時間がないと言って何か神様を2番目3番目にしていますが、その時ますますうまくいきません。でも神を第一にするとますます時間がなくなると思うんですが、時間はなくなりません。主を第一にするとき、驚くほどの集中力や、また神様が近道を与えてくださって、時間がなくならないで、むしろこのあっという間に終わってしまいます。またその時間がむしろ与えられます。惑わされてはいけません。主を第一にすることを成していきなさい。その時にあなたは神の技を見ると知られます。イエス様、ありがとうございます。一人一人に手を置き、あなたの御業を表してください。イエス様の皆によって、イエス様の皆によって、やっさりよ。バラ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 。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。